ことができます。周辺の空からお送りください。送り方もぜひ工夫を凝らしていただければと思います。例えば何でしょうかね。幕張は先ほどまで現実が見られました。金床雲も見られました。あ、雲が雲になっちゃいました。が見られました。ハッシュタグとかで遊ぶのも楽しいですよね。どうしましょうかね。8月、ジェラート雲ですか。あ、いいですよ。ジェラート雲にしますか。このようにぜひ皆さんも何かこう工夫を凝らしてリポートを送っていただければと思います。ジェラート雲ってなんだか可愛くないですか。はい、こんな風に送ってください。見つけましたらアイスクリームとかね、はい、お送りいただければと思います。場所、現在地付近、そして天気、体感予想もお送りしていきます。今は、穏やかに晴れておりまして、体感結構蒸し暑いんですよね。数時間後今と変化なさそうかなと予想しました。ぜひこちら入力し終わりましたら最後の送信ボタンを押してください。この後もお待ちしております。まあね、何年もやってますからね、打ち慣れてるなといったコメントもありますけど、何年もやってますからね、はい、周辺の空の様子ぜひリポートでお送りください。お待ちしております。3時間お付き合いいただきありがとうございました。今日は子どもの日ということで、子どもの日ならではのお話もしていきました。今日もありがとうございました。この子はきっと今日までですので明日には普通の刺し棒になっていると思うんですけれども、ぜひ皆さんも今夜は子どもの日をお楽しみいただければと思います。それではここで失礼いたします。